はい、福島水穂君。はい。立憲国民新緑風会社民共同会派の福島水穂です。え、十一月十二日に多摩原子園ハンセン病資料館を視察をさせていただきました。そこでの話も本当に心に痛いあるいは心を打つものでした。で、えー、私自身あまあ 超党派で全会一致でこの法案が提出されたこと本当に良かったというふうに思っております私自身も2008年に成立したハンセン病問題の解決の促進に関する法律案の策定に関わり今回の家族 えー、賠償請求あ家族の補償法案に関しても、プロジェクトチームで関わらせていただきました、ですからあの今日ここで、えー、この県の質問することについては、管無料のものがあります、えー、元患者の皆さん、そして歯を食いしばって裁判を提訴した原告の皆さん、えー、弁護団の皆さん、支援者の皆さん、えー、そしてそれを真摯に受け止め、えー ているあの厚生労働省そしてこれからこの施策をさらに進めようとしている厚生労働省に本当に心から敬意を表しますまた全会一致で提出できて各会派それぞれ様々な国会議員の皆さんが全力で頑張り議論をいたしましたそのことも本当に良かったというふうに思っておりますで。 まず、ハンセン病元患者家族に対する補償の手続き等についてお聞きをいたします。これまで元患者に対し、賠償金、保証金を支払っておりますが、その対象となる元患者の人数等について教えてください宮崎健康局長。 お答えいたします平成13年からこれまでの累計で、ハンセン病療養所入所者等に対する保証金の支給者数は約4000人、来予防法違憲・国家賠償請求訴訟の和解者数は約8000人で、合計で1万2000人に対してお支払いしております。 はい、福島みずほ君、はい、これはちょっとあの事務所からお願いしていたんですが、あの対象者とそれから非収容者に対する給付金について、何人のうち何人がもらっているというふうなデータはありますか、あのもし今日まで、えー、あの計算するということでもあったんですが、もしできてないのならそれで結構ですが、もし分かっていたら教えてください。はい宮崎局長 お答え申し上げます今申し上げました保証金4000人、それから和解、えー、者数が8000人ですけど、それぞれにつきまして、えー、保証金の方は、えー、入所者が、えー、約2600人で、それに対しまして対象者が、えー、1500人ぐらいということ、約ですけれども1500人ぐらい、それから和解者数の方は、えー 入所者、退所者合わせて2000人ちょっと、それからご遺族の方が5000人ぐらい、それから非入所者は200人弱というような内訳になってございます、はい、福島みずほくん。補償、はいえー、法案の適用対象者は2万4000人、4400億円の補償というふうに、えー、されておりますが、この資産の根拠について教えてください。宮崎局長 お答えいたします。ハンセン病元患者につきましては、かつては入所者を中心に人数の把握を行っておりましたが、元患者一人一人の家族構成やその年齢構成を把握していたわけではございませんので、現在生存されているご家族の数については、一定の前提を置いた上での機械的な推計とならざるをえない点についてご理解をいただければと思います。そののの上上で具体的にに申し上げまますと、ま、ずあの元患者さんの人数につきま そして。えー 人数に平均の世帯人員、まあ、当時ですと約4人ぐらいになるんですが、4から本人の分、1人を引いた分をかけて、えー、全体数を出してございます、それに対しましてあの、ここもまた難しいんですが、今般の家族訴訟の原告団の方の属性、えー、と親とか配偶者とか子どもとかがどのくらいの割合かと、これもそのまま当てはめていいかどうか難しいんですが、その構成比を出して当てはめております。でその各属性ごとにこれもまた 定なんですけれどもその,どのくらい生存されているかというか死亡されているかということを、えー、掛け合わせまして、えー、人数を出しておりましてそれに対しましてそれぞれ補償金額180万円あるいは130万円というのをかけて、えー、人数と額を出させていただいているというところでございます。 福島みずほ君、はい、元患者の方のご本人は、入所者、対象者、非入所者に分かれます、特に非入所者に対しては、情報が行き渡らない可能性がありますが、どのような対策を考えていらっしゃるでしょうか宮崎局長。 お答えいたしますあの現時点であの何か今決まっているということはないんですけれどもあの先生からもあのそれから多くの方からもご指摘ありますがとにかくあの多くの方にあのお知らせするということが大事だというふうに考えておりまして例えばあの入所者の方についてもあのいろいろその元患者さんの代替とかあるいは、えー、療養所を通じてとかそういうことも をも含めてであの、入所者を通じて、えー、家族の方へもお知らせするとか、あるいはふれあい福祉協会というのがございますが、そういうような団体を通じてお知らせするとか、あのいろいろ考えられる取り組みはあのしっかり取り組んでいって、対象となる方に保証金が円滑に支給されるように取り組んでまいりたいと考えております、はい、宮崎あ福島瑞穂君。はい 非入所者は特に沖縄が多いわけですが、後方の対策はどのように考えていらっしゃいますか、はい、宮崎局長。 お答え申し上げます。あの特に沖縄をということでご指摘いただきましたが、えー、沖縄に所在する、えー、国立ハンセン病療養所を通じた,通じた周知のほかに、えー、ハンセン病に関する普及啓発等を行っております。公益財団法人である、えー、沖縄県有難協会を通じて周知を行うことも想定しております。併せて、えー、沖縄の場合あの、自治体などもあのしっかり取り組んでいただいていると聞いておりますが、自治体などの関係機関のご協力もいただきながら、対象となる。 なる方に保証金が円滑に支給されるようしっかり周知していきたいと考えております、はい、福島みず君、はい、保証金の認定なんですがこれはあの厚生労働大臣は対象者であることが明らかな場合を除き認定審査会の審査を求めえ認定するというふうになっておりますこれはあの郵政保護法下における強制不妊手術と同じで明確なものはもう審査会にかけないで。 でもそこで認定してあの支給してで審査会っていうのがあるわけですが。えー もし、書面が整っていれば、もう審査会を経えなくてもいいということでよろしいですね。それから、ハンセン病の元患者の皆さんの証明方法として、書面が不足している場合でも申請は受け付けられるということでよろしいでしょうか、医師の診断書など、証明書類の事例、また証明書類は一つでも可能なのか、柔軟な対応が必要なのではないか、代替のものがあればいいのではないかということです。認定基準は強制不妊手術における優先 保護法における強制不妊手術のときもそのようでしたが、今回、ワーキングチームでも明らかに不合理ではなく、一応確からしいことという基準を設けました、それでよろしいかどうか、2点についてお聞かせください。宮崎健康局長 お答えいたしますまず1点目あの、請求書類につきましてはあの、請求者が保証金の対象者であることの確認に資するものを広く参照するなど、え柔軟な取り扱いを行っていきたいと考えております。またあの、法案で保証金の対象者であることが提出された書類により明らかな場合を除いては、認定審査会における審査が行われるということとされておりますが、え認定審査会における認定基準につきましては、議員懇談会で取りまとめ 決められた骨子案ではえ認定審査会における判断にあたって関係者の証言や供述等の内容が当時の社会状況や請求者が置かれていた状況収集した資料等から考えて明らかに不合理ではなく一,定あ一応確からしいことを基準とするとされてございますえ法案が成立した際には厚生労働省としても議員懇談会でのご議論を十分に踏まえ認定審査会の適正な運用など対象となる方に保証金が適切に に支給されるように努めてまいります。 福島水野君はいなぜ裁判が提訴されなければならなかったのか判決は隔離政策が就学就労の拒否結婚差別などの被害を生じさせ家族関係の形成を阻害したとしこうした差別を人生被害と指摘をしております、えー、ご本人もあの、えー、前勝連でいただいた資料でも、えー、ハンセン病のために破断離婚離職友人が去る診療拒否乗車拒否飲食宿泊を断られる立ち退きなどの いい経験がががああるととうことがありましたが家族の皆さんもものすごくやっぱり大変な思いをするとさまざまな原告の皆さんに話を聞きましたが、えー、親が強制隔離されて収容されてしまったために入院に預けられたと要するに親子なんだけれども、えー、親子としての関係をつくれなかった、まあ、家族というものを持ちえなかったつまり奪われたものを回復するっていうのが、まあ、この裁判であり、えー、そしてそれに対する補償だ という,ふうに考えております原告たちが望んでいるのは、まさにその、えー、家族関係の修復なんですね、家族関係を取り戻したい、ですから今回、えー、そのことがなされるように、この保証をすることによって、えーで、弁護団からは専門家の支援が必要だという声が上がっています。それはなかななかか言えない、えー この間、全省連に行っても、平沢自治会会長は、お墓参りに行けないなど切実なことを言っていました、家族との関係が今まで切れていたり、戻れない、だからこそ今回、家族の修復ができるように、それを専門家も支援してほしい、厚生労働省も支援してほしい、この専門家の支援、厚生労働省の支援については、どうお考えでしょうか。厚労大臣 あのまさにです、ねあのこれ、まずこれまでの取り組み全般についていろいろ検証していく必要があると思いますしまた、私もあの家族の方からお話を聞く中でちょっと今の家族の回復ではないんですけれども差別解消の啓発教育が逆に差別を生んで大変だったとこういう話も聞かされましたのでそういったことも含めて改めて、えー、一つ一つまさに当事者の皆さんから声を聞きながらやっていかなきゃいけない。 またあの家族関係の回復についても本当に家族関係が作れなかったあるいは作ろうとしたけれどもこれも外部だけじゃなくてこの両親との関係においてもいろんなことがあったという話も私も聞かせていただきました、まあ、そういった意味において今原告団あるいは弁護団の方からもです、ね、やっぱり専門家による支援とかあるいは当事者間のエンパワーメント、まあ、お互いの,このいろんな話をしていく中での活用とか、まあ、こういったお話もいただいておりますので、まあ、さらにあの実務者の協議においてですね 認証の検証の在り方、またそれを踏まえて復旧啓発活動などについて具体的な議論を進め、そして政策をです、ね、確定していきたいと思っています福島瑞穂君、はい。これはあの原告たち、当事者たちが望んでいることで、ぜひよろしくお願いいたします。 ハンセン病についての偏見、差別の解消についてお聞きいたします。国の責任を認めた2001年の熊本地裁判決後も、元患者の皆さんたちの宿泊が拒否されるなど、差別は起き続けています。またやっぱり無理解というものも、まだまだ本当に解消されておりません。このことについて、厚生労働省はどのように対応していくのか、大臣の決意をお願いいたします。 加藤大臣ちょっと先ほどとあのダブルところはありますけれども、まあ、いずれにしてもです、ね、根深い差別、偏見というのがある、逆に言うと、そういうものがあるということも前提にしながらです、ね、先ほど申し上げた啓発教育等も進めていかないと、そのや,ったやろうとしたことと結果がです、ねえー、全く違うことになってしまった、まあ、こういった経緯を踏まえながらです、ね、やっぱりこの問題を進めていくにあたっては、やはり当事者、 元患者の方々、あるいはご家族の方々、まあ、そうした皆さんの声も聞かせていただきながら、ですねしっかりと進めていくことが必要だというふうに考えております、うんはい、福島瑞穂君。はい連の訪問してて改めてえすざまじい差別と変、えー え人権侵害と同時に当事者の皆さんたちの戦いに実は私は心を打たれましたみんな本当にその中でさまざまなことをやっぱ戦ってやってきたっていうことに実はあの心を打たれましたまた平沢さんはじめ人権教育をすごく一生懸命やろうとしこれがあの全ての人権を いや、差別全ての人権について資するように、差別を根絶するようにって思いは本当にあの心を打たれました、えー。厚生労働省としてもまあ,あの？ あのえー、まあ文部科学省もそうなんですが、ぜひ差別解消のために、えー、全力を尽くしていただきたいというふうに思っておりますで、衆議院の議論でも個人情報保護法、本人の同意がなければ、なかなか本人が元患者であることを言えないという答弁あり、まあ、それはあの理解するものではあります。ただ 元患者の方と家族の関係ですから、その手続きがなかなか難しく、法律が成立しても、なかなか知れ渡らないという可能性もあるので、なかなか例えば申し出ができないということもあるかもしれませんので、専門家の支援、あるいは高カウンセリングも含めたさまざまな施策を打って、えぜひ保障していただけるよう、心からお願いを申し上げ、私の質問を終わりますありがとうございます。